こんばんはえりこです今日も j l p t n 1を受ける人のための直前対策をしていきます今日も文法で似ている文法を取り上げます N1 のテストではもちろん N1 以外のレベルの文法も出題されます今回は N2、N3 の文法も含めて勉強していきますので 改めて確認していきましょう。今日取り上げる文法はこちらです。何々にしては、わ割には、何々までだ、何々までもない、何々べく、何々べくもない、ようもない、ようにも何々ない。 それでは一つ一つ文法を見ていきましょう。〜何々にしては N2 の文法です。意味はその事実から考えると当然とは言えない。〜何々にふさわしくなく。接続は動詞といい形容詞は普通形です。何形容詞はであるにしては 例えば「にぎやかである」にしては名詞は2つあります。名詞にしてはあるいは「名詞である」にしては前の文と後ろの文の主語は同じです。非難したり評価するときに使います。例文です。初めてて歌うにしては 上手ですね初めて歌うにしては上手ですねプロの料理にしてはありきたりな味ですねプロの料理にしてはありきたりな味ですねありきたりというのはどこにでもあるありふれた普通のですねそしてこのマンションは駅前の便利な場所にしては家賃が安いね このマンションは駅前の便利な場所にしては家賃が安いね。全然運動していないにしては筋肉がついているね。全然運動してないにしててていいいなには筋肉がつるね。徹夜したにしては元気だね。一晩中寝てなかったのに元気だというのは 当然ではない。という感じですね。次の文法です。割にはこれは話し言葉で N3 レベルです。意味は思っていた程度と実際に差がある。実際がいい場合も悪い場合もあります。〜何々とは不釣り合いに。 なので、バランスが悪いという意味で使われます。接続は、動詞は普通形割に、いい形容詞は例えば高い割に、な形容詞は綺麗な割に、名詞はの割に。意味や程度にある程度幅がある言葉につきます。 例えば値段とか年齢新しいですね。例文です。よく勉強している割に単語が覚えられ。ない。よく勉強している割に単語が覚えられない。ネットの口コミがいい割に特別素晴らしいとは思わなかった。 ネットの口コミがいい割に特別素晴らしいとは思わなかった。この仕事は大変な割にお給料が安いね。この仕事は大変な割にお給料が安いね。ダイエット中の割には食べてばかりいるね。ダイエット中の割には食べてばかりいるね。 あまり練習しなかった割には上手に発表できた。あまり練習しなかった割には上手に発表できた。次の文法です。〜何々べく。N1 レベルです。意味は〜何々するために〜何々しようと思って目的や強い意志がある時に使います。 接続は動詞は辞書形だけです辞書形、べく接続は動詞の辞書形、べくですするは二つありますするべくとすべくどちらも使います後ろには依頼文、命令文、相手に働きかける文は来ません 例文です。コンテストで優勝すべく毎日スピーチの練習をした。コンテスストで優勝すべく毎日スピーチの練習をした今月の売上目標を達成すべく綿密な計画を立てた。今月の売上目標を達成すべく綿密な計画を立てた。 信頼される人になるべくコミュニケーションを大切にしている信頼される人になるべくコミュニケーションを大切にしている試験でいい結果を出すべく毎日欠かさず勉強している試験でいい結果を出すべく毎日欠かさず勉強している大学院に進むべく しっかりと準備をしている。大学院に進むべく、しっかりと準備をしている。次の文法は何々べくもない。これは硬い表現です。意味はその状況では何々できそうもない。何々したくてもできない。何々する必要はない。接続は？ 動詞の辞書形、べくもないするは二つありますするべくもないとすべくもないです心の中を表す動詞がよく使われます例えば考える、想像する、知る、望む、疑うなどです例文です 子供の頃は私が海外で日本語教師になるとは想像するべくもなかった。子供の頃は私が海外で日本語教師になるとは想像するべくもなかった。これは私のことです。子供の頃はこういった仕事があるということも全く知らなかったので想像することができなかったんです。 プロのピアニストの演奏に私の演奏が叶う,うべくもない。この成績では東京大学に進学するべくもない。この成績では東京大学に進学するべくもない。この成績というのはおそらく悪い成績。 ということが想像できますよね。彼が JLPD のために一生懸命頑張っていることは疑うべくもなかった。彼が JLPD のために一生懸命頑張っていることは疑うべくもなかった。この疑うべくもなかったというのは間違いないと同じ意味です。山の知識がない人は 山の楽しさや危険さを知るべくもないだろう山の知識がない人は山の楽しさや危険さを知るべくもないだろう次の文法です何〇までだこれは二つ意味がありますのでそれぞれ確認していきましょう 一つ目の意味が軽い気持ち。〜何々しただけなのだ。特にあるいは深い意味はないという時。そして二つ目が覚悟。他に方法がないから〜何々する覚悟がある。一つ目なんですけれども、ただそれだけのことで特別な意図はないと言い訳をする時に使います。 そして、二つ目の意味は、他に良い,い方法がないから、最後の手段として何かをする。これしかないんだという感じの時に使います。接続を見ていきます。一つ目の軽い気持ちの場合は、動詞の多形までだ。そして、覚悟の意味で使う時は、動詞の辞書形までだ。 例文を見ていきます。心配しているわけじゃないけど、ちょっと気になったまでだよ。心配しているわけじゃないけど、ちょっと気になったまでだよ。気にしないで、ちょっと思いついたまでのことだから。気にしないで、ちょっと思いついたまでのことだから。電車もバスも動いてないなら、歩いて帰るまでだ。 電車もバスも動いてないなら歩いて帰るまでだ。どんなに頑張ってもわからない問題なら諦めるまでだ。どんなに頑張ってもわからない問題なら諦めるまでだ。それでは次の文法です。何々までもない。意味はその程度までする必要がない。接続は 動詞のの辞書形そししてててまままでももないい皆さん覚えすすか先週もこの文法を紹介しています例文は少し違いますので一緒に確認していきたいと思いますこれ「までのこともない」ということもありますので覚えておいてください「プリンターはあったら便利だけどわざわざ買うまでもないと思う」 プリンターはあったら便利だけどわざわざ買うまでもないと思う視力が落ちてきたけど眼鏡をかけるまでもないだろう視力が落ちてきたけど眼鏡をかけるまでもないだろう遊び方を聞くまでもない簡単なゲームだ遊び方を聞くまでもない簡単なゲームだ言うまでもないけれど 日本で一番有名な山は富士山だ。言うまでもないけれど、日本で一番有名な山は富士山だ。ちょっと頭が痛いけど、薬を飲むまでのこともない。ちょっと頭が痛いけど、薬を飲むまでのこともない。次の文法です。何々ようもない、あるいは 何々用がない。これは N3 の文法です。意味は、そうしたいけれど、その方法、手段がなくてできないという時に使えます。接続はマス形、用もない。あるいはマス形用がない。例文を読んでいきます。どんな高級な材料を使っても、 料理が下手なら、美味しく作りようがない。どんな高級な材料を使っても、料理が下手なら、美味しく作りようがない。飼っていた犬に会いたいけれど、去年死んでしまって、もう会いようがない。飼っていた犬に会いたいけれど、去年死んでしまって、もう会いようがない。あの人の連絡先を聞き忘れて、連絡のしようがない。 あの人の連絡先を聞き忘れて連絡のしようがないスマホを落としてしまって今すぐメールの確認のしようがないスマホを落としてしまって今すぐメールの確認のしようがない今すぐメールの確認のしようがないスマホというのはスマートフォンの略語です起きたら試験開始時間で もうどうしようもない起きたら試験開始時間でもうどうしようもない皆さんは JLPT の時気をつけてくださいね言ってしまったことはもう取り消しようがない言ってしまったことはもう取り消しようがないそれでは次の文法です何何ようにもない意味は あることをしようと思っても理由があってできない接続は動詞の意思形にも後ろは可能動詞ですにもの前後には必ず同じ動詞を使いますそして言い訳や消極的な気持ちを表すことがあります例文です 家にエアコン工事の人が来てて、出かけようにも出かけられない。教科書に CD がついてるけど、プレイヤーがなくて聞聞な、てーーくて聞こうにも聞けない。これ、皆さんも経験がありませんか今すぐ、 結婚しようにも相手がいなくては結婚できない。今すぐ結婚しようにも相手がいなくては結婚できない。ドアを開けようにも鍵がなくて開けられない。ドアを開けようにも鍵がなくて開けられない。本を読もうにもメガネをなくして小さい字が読めない。本を読もうにも 眼鏡をななくししてて小ささいい字が読めないさて今日はどうでしたかほとんどの文法、まあ、ほとんどというか全部の文法皆さん知っていたと思うんですけれども改めて「あーよく勉強したな全部知ってる」と自信を持ってもらえたらいいなと思っています。 えりこ塾ではフェイスブックインスタグラムポッドキャストで日本語学習者に役に立つコンテンツを配信していますもしよかったら見てコメントメッセージをいただけると嬉しいですそれではまた来週お会いしましょう